ようございます皆さん。皆さんおはようございます。4時53分、6月10日です。おはようございます。めっちゃ悪調なんかすいた。とりあえず6時の新幹線、始発の新幹線に乗らないとあかんから、朝ごはんは新幹線で食べようと思って、いつも5時台に食べるんやけど、とりあえず我慢で6時に新幹線乗った瞬間に朝ごはんを食べようと思います。で、最終のパッキングが終わってなくて、ここにね、タッパーとか持っていこうと思って、いつどんだけお弁当を作らなあかんかわからんから、タッパーと、あとこれもいるやん絶対と思って、体重計、これも泊まるところにもしかしたらあるかもしれへんけど、一応持っていっとく。 あとね、朝からお茶湯飲んで言われたから、お湯沸かしたら沸かしすぎてこんな飲めるわけないよってぐらい熱くて。でさ、さっきさ、ちょっと言いたいことがある。なんかDM をね、私 DM も全部返せないんですけど、目は通せるように頑張って、あの絶対みんなの中ですごい心温まるメッセージが毎日毎日たくさん届くから、毎日見てるんですけど、ちょっと癖な DM が来てて、浜松駅から掛川駅の間の掛川駅少し手前で、ぜひ右側を見てください、手振りながら通過するの待ってます、目印はピエンのクッションですっていうね、メッセージが来ててね、想像しただけでおもろくて絶対見たいと思って、今日の新幹線での課題はこれになりました。なんでそんな朝早く行くかって言ったら、今日8時半から銀座で美容室を予約しています。で、あのエステのね、ハイパーナイフしてくれたお姉さんのお友達を紹介していただいて、銀座で初めて髪の毛を染めます。なので8時半に銀座に行かないとあかんので、マジでドンピシャぐらいやねらしいんですよ、あの始発で行けば。なのでとりあえずそのために朝から行くことになっております。今日も頑張りましょう。ちなみに今日 43.9kg やった。ついに43キロ台ですね。ということで、また新幹線でお会いしましょう。ほんまに危なかった。なんと6時発で乗り込めたん5時59。いや、もうほんまカツカツで行き過ぎでさ、家出る直前に忘れ物いっぱい気づいてさ、お弁当箱なんですけど、お弁当箱からアイロンっていうね、なんとも不可解な事件です。ではまず1食目、今日の1食目、じゃじゃん。1食目はなんと卵3つの1個だけ黄身あり、牛を100食べろって言って言われたのと、お腹を整えるためにキノコを入れています。で、最終調整に入るらしいので、塩分調整、え、間違えました、塩分少なめで今日は味付けされております。そしてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです、途中の電車です。掛川駅の手前らへんでピエンのクッション持っとくって言ってたから、もうすぐやから私はここでこう iPhone を構えてちょっとそのピエンを収めたいと思います。今8時18分で、8時23分に東京駅に着くんですけど、そっからもうタクシーで銀座の美容室にもう直で5分で着くらしいんで、爆速で向かって8時半に行きたいと思います。じゃん。ということで、先ほどちょっとちらっと映りましたが、髪の毛は無事染めていただきました。めちゃくちゃ可愛い。私の大会のイメージはブラックだったので、黒く染めました。黒染めではありません。でね、インナーカラーもね、実は消したわけじゃなくてグレーにしてもらったんです。理想の色にしてもらえて超ハッピー。またもや山沢さんを見つけました。あ、とりあえずこの後は2時半に横浜駅なんですけど、時間があるんで、とりあえず2食目を早く食べなあかんから、近くのなんか公園を探して公園でご飯を食べたいと思います。そこでちゃんと髪の毛を見せようと思いますので、とりあえず公園に向かいます。はい、ということで、なんかめちゃくちゃいいとこ見つけたんだが、中央区立水谷橋公園ってところ、なんか近かったから歩いてきたんですけど、なんかビルの屋上が公園みたいになってて、めっちゃ、しかも人おらんし最高。2食目は牛じゃなくて鶏を食べます。鶏胸肉 200g、 鶏ハムです。めっちゃ多く感じるでしょ。でも 200g 多いんですよ。ていうか見て髪の毛。
見て、こんなんやで、めっちゃいい感じじゃない。あ、ほぼ味なし、味なし。トレムネリンとトレムネ、あまりにもちょっと塩味ないから、マイ塩。待って、マイ塩補給すんの忘れた。同じ公園内に机があるじゃないか。机があったので机の方で食べます。まあこの食べ終わったら横浜に向かいますね。あの整体はこの前の動画でも出てた水木さんが整体をしてくれて、その後ポージングをね、ナバのあやりさんと一人で、ね、ナバのプロなんですけど、あやりさんにちょっとだけ見ていただきます。で終わったら、今日から撮ってるホテルが目黒区に撮ってるので、ホテルっていうか一軒家を借りてるので目黒区に戻ってきますっていうような今日の一日の流れですね。疲労回復しなあかんか、そんなにいっぱい動いたらあかんらしいから、疲労をため込まないような行動をしたいと思います。今横浜に着きました。2時半に横浜に水木さんが迎えに来てくれるので、それまでちょっとスタバで編集をやっていきたいと思います。ちなみに私はスタバのねポイントが溜まってたので、タダでこちらコールドブリューコーヒーをいただきます。うまっ。ここが本当の水木さんの整骨院、伊勢崎町整骨院。いつも出張していただいてるんですけど、今日はここに初めて来ます。横浜です。お邪魔します。3食目は今日は胸から牛に変わりました。牛もも150です。うん、カパ、うん、ほらめっちゃまっすぐなったくない？最後のチョス、え、めっちゃすごくない？わかる？はい、皆さん こんばんは。やっとうちに帰ってきて、あ、直樹さんからね、夜ご飯サーロー300とアボカド1個でいいって言われたから、お家に帰ってくる前にスーパーをに行ったんですけど、サーロインステーキがなくて、3つもスーパー回ったんですね。それでもサーロインなくて、なんかメンタルきて泣いた。普通にえスーパー3つさ、サーロインさ探したのになくてさ、なんかもうメンタルいかれてさ、なんか涙出てきて、サーロインがないみたいな。で結局なんかあのこの泊まるお家の近くのステーキ名倉っていうところにテイクアウトしに行きました。なんかもう心が折れました。ということでサーロインステーキ 300g 名倉の、うん、バカうまそう。やばくない？これやば、メンタル回復しそう。ではいただきます。うん、まっ、サーロインおいしい、うん、おいしい。ほんまにメンタルきてん、スーパーにサーロインがないだけで、もうサーロインがないってなって。4つ行ったん、そう、ライフと業務スーパーと成城石とマイバスケット、4つ行ってどこにもサーロインがなくて、まあ私ずっと牛ももやったんですね。今日さっきその電話で直樹さんから指示が出て、サーロインに してってなって、了解です、やったーってなってたのにさ、このざまやからさ。直樹さんこの動画見るかわからんけど、多分見たら申し訳なってなるよね。もうメンタル豆腐な私はサーロインを見つけれないだけで涙ちょちょ切れっていう。でも今サーロインを食べて元気になりました。やったやったやったー、怖すぎるよな。うん、めっちゃきんぴら食べたい。でもダメー。そんな感じで今日の Vlog はこの夜ご飯で終了です。この後ポージングの練習、もうヒール履かずに疲れへん程度にやったりして、もう半身浴して、今日はもう
体を休めるために早く寝ます。4時起きやったし、そっからフルで動いてたし、もう移動中の電車でコクンコクン何回も寝てたって感じやから、明日が前日、大会前日になるんですけど、明日に直樹さんも来てくれるし、またサポートしてもらいます。こんな感じで今度がここまでにしようと思います。これを食べきって編集チッとしてアップしますので、また明日最後、ラスト、大会前最後になりますのでお楽しみに。今日も見てくれてありがとうございました。バイバイ。